え今日はですね少し軽い話を一つしたいと思うんですね。私まあテレビもあるしそれから出版関係の方とかそれからわりと私交際が広いんで、えー、もちろん学校の先生おられますし、まあ、会社の社長さんなんかもいるんですね。まあそういう人たちとずーっとこの年になるまでものすごく膨大な人と会ってきたんですけども、まあ、この前「あのけん協会」っていうところの講演したんですね。 宅建業界ってのはちょっと聞き慣れないと思うんですが、宅地建物取引業協会じゃないかと思うんですね。えつまりえ学生にマンションとか若い人にマンションなんか斡旋したり、それから縦売り住宅を売ったり、それからまああの一戸建てを作ったりっていう、それからまああのちょっと大きいとこではビルなんかも取り扱っておりますね。まあ、そういう人たちなんですね。 でね、実にねもう僕これ宅建業界の講演って10回ぐらいもやってると思うんですけれどもとってもいいつも素晴らしいんですよ準備もいいしメールの文面もしっかりしてるし行ってみてもちょうど頃合いがいいがんですね、まあ、例えば、えー、本当に必要な時はお弁当が用意されてるとかそれからまああのこう会って話す時の様子とか例えば私が「今日はど,ど,のどのくらいの方が来られますか?」っつったらその時の話し方とか。 ほんししっかりしてるんですね私ねあの何回かこう卓研業界の人とそういうことでお付き合いしてやっぱりねあの卓研業界って結構試験なんかも難しいんですよ。それから世間の,じょあの状態も知らないと建物を売ったり買ったりするわけですから世話するわけですから。やっぱりこれもねしっかりしてるんですよ。それからねやっぱりあのお客さんを相手にしてますからね腰が低いんですね。それで 何がいいかというとその結論として人間として立派なんですよえ人間として立派だってことと非常に判断がきちっとしているということとそれから思考が柔軟だってことですねですから本当に宅建業界の方々は多分僕は全体として幸せなんじゃないかといつも思うんですねというのは周りに対しても腰も低いし頭もいいしよく考えるし考えも柔軟だっていうわけですからそれはいいですよね だからしかしこれは職業がそうだからだと思うんですねやっぱり職業が人を作っていくと思うんですね。で、まあ、もう一つ反対側の人を言えばですねいわゆるリベラルな人たち、まあ、私で言えば、まあ、東大の同窓生の中で学者になった人たちとかですねそれから、まあ、いろんなところで、まあ、学会で、まあ、いろんな人に会うんですけども、まあ、あの今まで4つばかり大学を経験してきました。まあ ダブルとかトリプルで経験してるのもあるんですが、まあ、そういった経験して大学の先生にお会いしてお話をしたり左翼の人たちですねこの人たちに会うとですね非常に違和感があるんです違和感はですね別にあの思想が違うというのは僕も結構リベラルですし、まあ、あの右だけではないんですけれども、えー、っとあのリベラルな人たちの特徴はですね理論,さ理論に先走っちゃうんですよ。 ほとんんど実体験ないんですねもちろんご自分で、えー、宅地建物を圧っして学生にマンションあっしたりしてないんですよ。ですからちょっと目下の人にはとても尊大な態度をとるんですね。それから全体的に卑屈ですそれから物を斜めに見るっていうかですねこう恨みを持った目で、えー、私の方なんか見たりするんですね。そ,のなそれな,りそのそのなのに正義はこれだとかですね それから男女平等がどううととかかっっていたことをかなり激しい調子で言うんで言ん、ね、まあ禁煙運動なんかもリベラルな人たちが多いし、まあ、そういうところがありますね。でじゃあ宅建業界の教会の人とそのいわゆる高学歴でリベラルの人とどっちが頭がいいかってたらやっぱり高学歴でリベラルの人の方がちょっと平均的な頭っていうか要するにあの学校の試験やれば成績は上だと思うんですね。 それから対人人関係はもう宅建会の人が圧倒的に上ですねそれから全体的に物を見る力っていうのはやっぱり宅建会の人は一歩引いてますよ、まあ、自分たちはまあ建物を圧っする立場でものを見るだけどもかなり広く見てますし、まあ、謙虚なところがありますねリベラルな人たちっていうのはほとんど人の意見を聞きません、まあ、自,分の自分が非常にこう自信たっぷりという感じですね まあちょっと特殊な例ですけどもこの前あるテレビに出たら、えー、そこで一緒に出てた女性の人で、えーとあのえー、東大出てニューヨークかなんかで仕事してそして帰ってこられた方ですねその人が中小企業の従業員の話をした時に僕はもうとんでもない話だと思ったんですね。というのはあの全く日本の中小企業の現場で働いてる人中小企業っでても雑誌社とか。 そういうのは分かっておられるんですけども日本の中小企業のほとんどをなす製造業ですね自動車を作ったり鋳造したり炭造したり薬品を作ったりってそういう人と全く違うんですよ違うことを中小企業の人たちはこうだと言っておられるんですねまあやっぱりご自分が見ている範囲というのがよく分かってないんじゃないかというふうに思いますねそういう点で私会社勤めの時に ああこれはダメだなと思ったのが、えー、購買部の人たたちでした営業部と購買部とですね同じ会社に入って例えば同期で同じような会社経験してるにもかかわらず、えー、営業はですね、まあ、きちっとしてるんですよ。購買部はいばり腐ってんですね。で文書一つ違うし電話一つメール一つ全部違うんですよ。営業はきちっきちっとメールの返事も来るしまた的確なんですね。そのそのの ここのところでこれを連絡すればいいってことを的確に連絡してくる。そうじゃなくして、営業ってやっていけません。ところが購買の方は今度お金をもらう方、買う方でしょ。だから本当威張ってるんですよ <laughs>。ほれで、ま、あ私ね、購買部の人は不,不幸だなと思うんですね。あの、人生不幸だと思うんですよ。多分家庭でもうまくいってないと思うんですよ。威張るから <laughs>。だから、営業の人も、ま、威張るかもしれませんがね。やっぱり。 職業が人を作るなとやっぱりこの宅建業界とリベラルな人たちと同じように営業と購買部との人たちはやっぱり全体が分かってきちっとしてる人たちとそれから、えー、購買部なんていうのは会社の金で買ってるわけですからねだけど業者がいつもペコペコして接待しますから結局はだん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 図が高くなってくるんですよ。 僕なんんかもものすすごく気をつけてるんですねそれでも傲慢だと言われることが多いんですけども、まあ、できるだけあ,のあんまりちゃんとした生活ちゃんとしたいい生活をしないとできるだけまあ、えー、デラックスな生活をしたりそれから人におごってもらったりばっかりしてるとやっぱり人間自体が駄目になってきますからね。お役所勤めの人もそうなんですね。お役所勤めの人も非常にいい人もいるんですけども。 平均としてはやっぱりちょっと図が高いっていうかね僕はあのお役所勤め例えば名古屋市の市役所の方からの連絡っていうのはとですね会社からの連絡っつったらもう全然頻度から内容から書き方から全部違うんですよ <laughs> お役所勤めの人はねぶっきらぼうでなかなか返事が来なくて寸前に来るっていう感じなんですよ締め切りギリギリに返事が来るあその会社の人は早めに連絡が来て 丁寧でという風に違うんですね。まあ私立派になっていく人とダメになっていく人っていうのが世の中にいるんですが、まあ、これは職業によって非常に大きく違うと思うんですね。私なんかはもうダメになっていく人の職業なんですよ。ですから自分でよっぽど気をつけて、えー、そういう環境の中じゃない辛いことを自分で自らやって、人の痛みがよくわかるようなやっぱり生活をしないとですね。 やっっぱり長いいい人生で少しずつダメにななていくんじゃないかだから変ですね人生っていうのは全体としてはイコールかもしれませんねえちょっと辛い思いしてると立派な人間になり周りの人と楽しく過ごして人生終わるとそれから、えー、ちょっと威張って生活ができるととか頭が良かったりすると周りの人に意地悪したり、えー、威張ったりしながらだんだんダメになっていき家庭もうまくいかなくなってくるっていう。 まあそういうことでこれは本人の責任というよりかむしろ環境が人を作ってるとまあいうことになろうかと思います。